若宮開校塾は政治関係の学習、活動を中心とした市民サークル。主に愛知県名古屋市で活動している。中国共産党のチベット政策への抗議運動2008年4月に同年3月に発生したチベット放棄を受けた一般市民がインターネットを通じて名古屋で自発的なデモを企画し、これをきっかけとして企画スタッフの中から 一家制のブームで終わらせるのではなく、真の中国の民主化とアジアの平和を考えようとの考えを持ち続けた数人が学習グループを結成したのが始まり。同年4月下旬から若宮開講塾を名乗り、主に愛知県を中心として、チベット問題、北朝鮮による日本人拉致問題などの多くの政治学習、政治活動を行っている。 名古屋市を中心として活動しているが、事務局は岡崎市。任意団体であり、法人格は取得していない。機関紙「若宮開港通信には、右も左も翼はいらないの言葉が掲載されている。北朝鮮による拉致被害者家族連絡会の橋池通る大会決議がなされた背景には、若宮開港塾が主催した講演会、拉致問題と国防が、 原因となっている。米経済誌フォーブスの元アジア太平洋支局長であるジャーナリスト、小ド道ベンジャミンは、名指しでの名言は避けながらこの団体について言及し、日本で一番秘密とされている結社、少なくとも3000年前から存在するとして、自身が招待を受けた際に、不思議で、良識的な儀式が行われていると主張している。シンボルマークとして、ヤタガラスが支える。 朝模様入りの太陽。機関紙、若宮会交通信紙面などで、若宮会交塾と称している一方、他団体との会合や、団体集会やインターネット上では、若宮、若宮会の略称で表記、呼称される。批判的な人間やインターネット上においては、バカグーとして揶揄されることもある。若宮会交塾の活動の資金源は、会員持ち出し個人寄付からなっており、 特定の団体がスポンサーとして存在しているわけではない。活動する会員や賛同者が金銭を持ち寄る、文字通り市民サークルといえるシステムによって成り立っている。その資金の大半は、機関紙、若宮開交通信発行資金及び、講演会開催のための会場利用料として運用している。2008年7月19日、若宮開講塾は、講演会、 チベットの現状と逸話の行方を開催する。チベット出身の政治学者で、東院横浜大学法学部教授であるペマニアルポや、在日ウイグル人で、世界ウイグル会議の日本全県代表として、日本ウイグル協会代表を務めるイリハム・マハムティラを、ゲストに招兵し、漢民族、モンゴル人、ウイグル人、チベット人、ビルマ人関係者ら出席者7人の連名で、 アジアのリーダーとしての日本の行動を訴える共同声明文を発表する。この声明の中でとしてアジアのリーダーとしての明確な日本の行動を訴え中日新聞、朝日新聞に報じられる。投稿宴会での共同声明発表後に若宮会構塾の基本理念、活動方針において発表された共同声明にのっとり日本が 真の平和をもたらすアジアのリーダーであるとして、アジアとの絆を深め、現在各国において抑圧された人々と共に、現状を打破し、新しい平和なアジアの実現を目指すという趣旨の文章が盛り込まれ、活動内容が日本国内の政治問題や北朝鮮による日本人拉致問題などへも傾斜していく。一般にも門戸を開き、 名古屋の公共施設にて左右の枠にとらわれることなく、議論や勉強会を行っている。通常の参加人数は不明だが、教育、研修株式会社、インテックジャパンのレポート、エレクトロニックジャーナルは、専門家は会について70人前後の規模を推定しており、その中でも12人が中心となっていると指摘をしている。ありがとうございます。